マイクラ1.20で家事台の仕様が変更される予定。家事台を右クリックで開いてみると、なんかいつもと表示が違う。これから家事台を使うには、スミシングテンプレートっていうアイテムが必要になった。スミシングテンプレートは全部で12種類。一つはネザライトをアップグレードするために使うもの。それ以外は模様をつけるために使うもの。まずはネザライト装備を作ってみよう。 ネザライトアップグレードのスミシングテンプレートをここに入れてネザライトにしたいダイヤの装備をここに入れて原料となるネザライトインゴッとをここに入れるそうするとネザライトのヘルメットを作ることができた そしたら次、新しく追加された家事代の仕様を紹介します。1.20からは、防具に模様をつけることができるみたい。スミシングテンプレートをここに入れて、適当な防具をここに入れて、素材となるアイテムをここに入れる。そうすると装備に模様がついた。ほら、こんな感じ。こんな感じで、いつもの装備にちょっとした模様をつけることができる。今回は赤色の模様をつけたけど、レッドストーンの代わりに鉄や銅やダイヤを使うことで、色を変えることもできる。 また、模様はスミシングテンプレートによって11種類用意されているので、11種類の中から好きな模様をつけることができる。 このスミシングテンプレートは自然生成されるチェストから見つけることができる。ただ、ダンジョンによって生成される種類は決まっているので、例えばこのコーストのスミシングテンプレートが欲しかったら沈没船を探さなきゃいけない。このスパイアっていうものが欲しかったらエンドシティを探さなきゃいけない。そんな感じで種類によって捜索するダンジョンが違うので気をつけよう。また、模様のテンプレートはこんな感じでダイヤ7つとテンプレートに対応したブロックを使うことで複製することができる。 だから、一つはダンジョンで見つけて、それ以降は自分で作ることができるね。今まで革装備しか装飾できなかったんだけど、それ以外の防具でもこうやって装飾できるのは面白いね。